ザ・ハウス・オブ・ザ・レッド4筐体ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド4は2005年にセガ AM1 件が制作セガから発売されたアーケード用ガンシューティングゲームザ・ハウス・オブ・ザ・デッドシリーズの4作目である新基盤リンドバーグの第1弾タイトルとして発売された舞台は英国ロンドンゴールドマン事件から3年が過ぎた2003年 同事件の解決者の一人である AMS エージェント、ジェームズ・テイラーは、3年前の事件がまだ続いていると考えていた。彼は、現地の女性 AMS エージェント、ケイト・グリーンの案内のもと、AMS ヨーロッパ本部地下5階にて、ゴールドマン事件の再調査を行うも、突如として、とてつもない大地震が起こり、2人は内部に閉じ込められてしまう。数日後、 救援を待っていた二人だが、ジェームズが生じする PDA が反応して、セキュリティカメラに映ったゾンビの大群を見て、危険を感じ、持てるだけの武器、弾薬を持ち出しての脱出を試みる。当時の最新基板、リンドバーグを使用、画面はワイドになったが、敵を撃っても一切血が出ず、身体欠損描写も発生しない。このため、ホラーシューティングとしては、 グラフィックの向上を差し引いても、かなりおとなしい画面になっている。本作の銃は、相談数30発のサブマシンガンを採用。引き金を引くだけで連射が可能になり、2までの小さな当たり判定、3での体力消耗の問題が解決した。相談数が多い代わりに一発ごとの威力は低く、大量に押し寄せる敵の群れには油断できず、素早く倒すには従来策と同様に、 各敵ごとに定められた弱点への銃撃が必須となっている。また、コントローラーの重心に加速度センサーを搭載し、イベントシーンやゾンビとの絡み合い等でコントローラーを振ることが求められるガチャプレイが実装された。リロードにおいてもコントローラーを振って行うものになっており、これまでのシリーズよりも素早くリロードできるようになった。シリーズ初のサブウェポンを採用。 いわゆるシューティングゲームのボムに相当するものだが、コントローラーで狙いを定めてからボタンを押す必要がある。主に敵の足元めがけて投げつけることで、周辺にいる敵をまとめて一掃することができる。なお、手榴弾は、ステージクリア時に3つまで補充される。ライフはステージ中の背景物を打ち壊すと出てくる。ライフ回復アイテムを取る、または、 チャプタークリア時の評価によって回復することができる。前作では B ランクではライフは回復しなかったが、今作では B ライク以上ならばライフが回復するようになった。一方で前作までの救出イベントは完全に撤廃されている。ルート分岐システムはステージ中に自らルートを選択する方式のほか、プレイヤーの行動によって分岐する方式も復活。 救出イベント撤廃のため、ラストのボーナス部屋出現条件はノーコンティニューで到達に変更された。他にもあるシーンにて背景の一部を撃ったり手榴弾を投げ込むことでもルートが分岐し、場合によっては隠し部屋に入ることもできる。スコアシステムでは前作で廃止されたヘッドショットボーナスが復活。さらに今作ではリザルトの項目に新たに クリティカルショットが追加されており、敵の弱点を打って、とどめを刺すと成立。連続で成立させていくごとに4段階のスコアボーナスが得られるようになっている。これまでの作品とは違い、しばらくは家庭用に移植されなかったが、2012年には海外にて、プレイステーション3 PSN ダウンロード版限定で、HD リメイクにて移植された。 日本での発売は2012年4月19日に配信。セロ15歳以上。今作に登場するゾンビを紹介する。本校のゾンビの名称は PS3 版をエディタで解析をかけたものに準じており、大半のゾンビの名称は現時点では公式発表されていないものが多いという点に注意。なお、一部はハウス・オブ・ザ・デッド。 スカーレットドーンのランキングに出たナンバリングに登場するゾンビたちに混じってデフォルトネームとして登録されている。なお、この作品には歴代ハットシリーズに登場したチェーンソーを武器に使用するゾンビが全く登場しない。ゲーム中、各ステージに隠されているアイテムを紹介。ゲーム中はドラム缶や木箱の中、隠し部屋にこれらのアイテムが隠されている。 ザ・ハウス・オブ・ザ・デッド4スペシャルは、ハット4の外伝にあたる作品。前後100インチモニターと360度回転の、ライド仕様のアトラクションタイプで、ジョイポリス、その足せが直営店等の超大型ゲームセンターで、稼働している。家庭用は、PS3 版、ハット4と、カップリングで移植され、本編を一度クリアすると、プレイ可能となる。本編と異なる点は、以下の通りである。 PS3 版では、ライフリロードガチャプレイが、4と同様の方式に戻された。4から数日後、ジェームズを失ったケイトはあてもなく、数と悲しみに暮れながら、ロンドンをさまよっていた。そんなケイトを襲うゾンビの集団。ピンチに陥るケイトだが、そこに G が現れ、二人は窮地を乗り越える。G はケイトに、戦いは終わっていないと告げる。 ワールドが倒されてからもどこからともなく溢れ出すゾンビの大群、そして開かれようとしている、もう一つのパンドラの箱、すべてを断ち切るために G と K とはそのゾンビの根源となっている工場へと向かう。二人の行く手を阻むゾンビたち、倒したはずのジャスティス、工場内に張り巡らされた罠、彼らは傷つきながらも、工場の最深部へとたどり着く。エンディングは、 ライフゲージの残量によって変化するが PS3 版ではライフは個数制となっているため条件が変更されている。またマジシャンのとどめを刺すのに失敗するとバッドエンドを迎える。ありがとうございます。